マイケル・アンドリュー・ブリッジ・モーパー語教、OBE FR、FRSL、FKC は、イギリスの本の著者、詩人、劇作家、台本家であり、戦火の馬などの児童文学で、最もよく知られる。彼の作品は、その、魔法のストーリーテリング、社会から外れた者の,の勝利や生存などの繰り返しの、テーマ、キャラクターと自然との関係。 高日衆海岸や第一次世界大戦などの鮮やかな環境で有名である。モーパー後は2003年から2005年にかけて3人目の児童文学系監詩人である。モーパー後は1943年にハートフォードシャー州セントオルバンズで俳優のトニー・バン・ブリッジと女優のキップ・カ・マルツの代に死になるマイケル・アンドリュー・ブリッジとして生まれた。 二人ともラだ卒業生である両親は1938年に同じレパートリー会社で演技をしていた時に出会う。彼の父は労働者階級出身だが、切符は俳優、オペラ歌手、作家、詩人の家族を持つ。二人は1941年に結婚した。その時のバンブリッジは1939年に召集されて以来スコットランドに駐屯していたが、軍からは 離れていた。モーパー後の兄弟ピーターは1942年に生まれた。翌年、モーパー後が生まれた時、彼の父親はバグダッドに駐留していた。バンブリッジが戦争で不在だった間、キッペ・カンマーズはジャック・モーパー後に出会う。バンブリッジが1946年にイギリスに戻った時には、カマルツは離婚し、同じ年にジャック・モーパー後と結婚。 彼らは正式に養子縁組されなかったが、モーパー後と彼の兄弟は彼らのママ父の名前を取った。モーパー後の兄であるピーター・モーパー後は後に BBC のテレビプロデューサー兼監督となった。彼には二人の若い兄弟、マークとケイがいる。モーパー後の母親は巨弱で19歳で神経衰弱に見舞われ、1941年の 戦争で殺された兄のピーターを一生悲しんでいた。それから彼女は最後までアルコール依存症だった。モーパー5と彼の兄弟は彼らが非常に若い時にノーサンバーランドに避難した。ロンドンに戻った後、家族はアールズコートのフィルビーチガーデンズに住み、そこで子供たちは被爆劇地域で遊んだ。モーパー5はアールズコートのセントマティアスの小学校に通った。 家族は後にエセックスのブラッドウェルオンシーに移り、そこはモーバーゴは学校の休み中に住んでいた。彼は7歳の時にサセックスの寄宿学校に送られる。学校は非常に厳しく、少年たちは頻繁にオーダーを受ける。この期間中にモーバーゴは喫音を発症した。寄宿学校での彼の不幸な経験は、後の小説ザバタフライライオンに影響を与えていると、 言える。アスハーストウッドのアビースクールで6年間過ごした後、モーパー後は、ケント州カンタベリーのインデペンデントスクールである、キングズスクールに通学し、以前の学校よりもホームシックを感じなかった。モーパー後は19歳になるまでジップが誰であるかを知らずにいた。マイケルの母親との離婚後、バンブリッジはカナダに移住し、彼のことを話すことはなかった。モーパー後は、 1962年の CBC 版の大いなる遺産を母親と一緒にテレビで見ている時にマグウィッチ役のバンブリッジを認識しマイケルにあれがあなたの父親よというまで父親の映像を見ることはなかったそして9年後に二人は実際に会うことになるモーパー後のまま父は息子たちを応援することはなくマイケルを低知能なクマと呼んで息子たちが 自分のように学会に入る期待には及ばないことに失望していた。彼のまま父は彼が軍隊に加わるように決め、モーパー後は王立陸軍士官学校サンドハーストに通学した。彼はすぐに軍隊生活は合わないことに気づき、9ヶ月後に去る。モーパー後はその後、キングスカレッジロンドンに進み、英語、フランス語、哲学を専攻し、 三等学位を取得し卒業。その後、ケント州カンタベリーのウィッカムブロー小学校で教職に就いた。彼はまた1968年からケンブリッジのセントフェイススクールで少しの間教師をした。19歳のモーパー号は1963年にペンギンブックスの創設者であるアレン・レーン教の長女であるクレアと結婚。 彼らは当時ペンギンの編集者だったモーパーゴのまま父を通してコルフ島で休暇中に前年に出会った。クレアは最初の子供を妊娠しており、モーパーゴはできちゃった結婚と呼んでいる。彼らの3人の子供、セバスチャン、ホレーショ、ロザリンドはすべてシェイクスピアのキャラクターにちなんで名付けられている。モーパーゴは2017年に高頭がんの診断を受け、 放射線療法を受け、その後回復している。1976年、モーパーごと妻のクレアは都心部の子供たちに田舎の体験を提供することを主な目的としてチャリティーとして都市の子供たちのため農場を設立した。このプログラムでは子供たちが田舎の農場で一週間過ごし、その間、目的のある農場の仕事に参加する。慈善団体の初代会長は、 夫婦の親友であり、隣人であるテッドヒューズだった。設立以来、約8万5000人の子供たちが、この計画に参加しており、チャリティーは現在、ウェールズ、デボン、グロスターシャーに3つの農場を持っている。モーパー語は、事前団体を人生で最大の功績と呼んでいる。モーパー語が転職を発見したのは、ケントで教えていた時だった。後に、 彼らに魔法があるのが見えて、私にも魔法があることに気づきましたと発言している。モーパー後の執筆キャリアは、テッド・ヒューズ、死の生まれる時、ポール・ギャリコのシロガンとアーネスト・ヘミングウェイ、老人と、海に触発されていた。ヒューズとは別の詩人、シーン・ラフェルティは、彼のキャリアに影響を与え、ヒューズは、友人、助言者、そして隣人になった。モーパー後は、 ヒューズ・トラファティにこれまでで最も成功した作品である戦火の馬を書く自信を与えたことを認めている。モーパーゴと当時の警官詩人であるヒューズは児童文学警官詩人の役割のアイデアを生み出した。モーパーゴは3人目として2003年から2005年まで2年間の役職に就いた。ジェントル・ジャイアントは2006年にロイヤル・オペラハウスで 作曲家のスティーブン・マクネフト台本家のマイク・ケニーによってオペラとして発表された。映画版としてフレンド・ア・フォー、プライベート・ピース・フル、ホワイ・ザ・ホエールズゲームが制作されており、後者は舞台化もされた。マイ・フレンド・アルター、パープリ・ペンギンズとアウト・オブ・ザ・アッシュズはテレビ化された。作曲家のスティーブン・バーローは妻のジョアンナ・ナラムレーがナレーションをつけた。 ミュージカル、レインボーベアを制作。その後、2010年8月に英国の国立青年バレエ団によってバレエとして発表された。戦火の馬は2007年10月17日にロンドンの国立劇場にてニック・スタフォードによるラジオ放送及び舞台劇として初演。馬は南アフリカのハンドスプリングパペットカンパニーによって設計及び製造された。 等身大の馬人形によって演じられた。2007年に2つのオリビエ賞を受賞。当初は16週間の公演を予定していたが、人気のため、2009年3月28日に、昭はウェストエンドのニューロンドンシアターに移された。ロンドンでは270万人、当時は世界中で700万人に見られ、8年後にウェストエンドで終演。これは、 これまでで最も成功した国立劇場の制作になった。2011年3月15日、この賞はブロードウェイのビビアン・ボーモント・シアターで初演。この劇のブロードウェイ作品はベストプレイを含む5つのトニー賞を受賞。いくつか英国ツアーが開催され、オーストラリア、カナダ、中国、ドイツ、オランダでも上演された。英国外の700万人に見られたことになる。 2011年、戦火の馬は、リー・ホールとリチャード・カー,アーティスの脚色によって、スティーブン・スピルバーグ監督のイギリス映画となった。この映画は、6つのアカデミー賞と5つのバフタ賞を含む、多数の英国アカデミー賞にノミネートされた。アーニャは、きっと来るは、2020年に、同米で映画化された。読書問題のウェブサイトでは、 モーパー後の1999年のケンスケの王国を静かに語られた物語ですが、ドラマと感情がたくさんありますとしている。ガーディアンは2003年の年長の子供向け小説であるプライベートピースフルを人間味のある人道的な作品と表現。2014年1月の記事でモーパー後は次のように述べています。 第一次世界大戦の100年後を過ぎるのを迎えて死者に敬意を払うべきである。確かにそして感謝して。しかし決して美化すべきではない。今後4年間、毎年11月に赤いポピーと白いポピーを一緒に来て亡くなった人々を称えることで信頼を保ち、この世界を自由と平和が共に支配できる場所にしてください。二千十四年八月、モーパー後は九月の スコットランド独立住民投票に反対し、スコットランドの独立に反対するガーディアン宛ての所管に署名した200人の公人の一人だった。2015年の総選挙の前は、彼は緑の党のキャロライン・ルーカスの議会立候補を支持した数人の有名人の一人だった。2016年に彼は政府がグラマースクールを分裂的で非常に愚かとして拡張する計画を非難した。 2016年の英国欧州連合加盟国民投票の準備段階でモーパー後は BBC とのインタビューで欧州連合への支持を表明し2018年8月5日10分間の BBC ラジオ4視点でこれを強化したモーパー後と彼の妻クレアは1999年の誕生日の英世で若者への奉仕のために 大英帝国勲章のメンバーに任命。彼は文学への奉仕のために2006年の誕生日の栄誉で大英帝国勲章の役員に昇進し、文学と事前への奉仕のために2018年の新年の栄誉でナイトバチェラーになった。モーパーゴは2013年7月17日にビショップグロースツテステ大学で名誉博士号を授与された。 彼は2017年7月12日に入ッする大学から文学博士の名誉学位を授与された。モーパー後は2015年4月10日にデボンの副知事に任命された。ありがとうございます。